皆さんこんにちは、大熊里奈です。今日はこの二の腕のたるみを引き締めていきたいと思います。結構私のクラスでもこの二の腕たるみどうにかしたいですとか、全然引き締まらないんですけどっていう方が多くて、特に女性なんかは、二の腕に脂肪がたまりやすく、二の腕が太いと体全体がぽっちゃりして見えてきてしまうんですね。なので今日はたったの3分ですけれど、毎日コツコツやることで腕がキュッと引き締まってすっきりした上半身を作れる、男性エクササイズを一緒にやっていきたいと思います。はい、では今日は、4つのステップが入ってくるので簡単にレビューから入っていきたいと思います。まずは足を肩幅に開いたら手を横と上に持っていく動作から入っていきます。リズムよく1,2,3,4、 これができたら片方ずつ1,2,3,4,5,6,7,8。 次は手を腰に当てたらこの状態で肩を1,2,3,4 と片方ずつ動かしていきます。この時に手でこうがっちり力を入れてやるのではなく、むしろ手はリラックスして、この後ろの肩甲骨から1,2,3,4,5,6 っていう感じで動かしていきます。次、今度は、腕をマッスル、このように振ってマッスルの形にいきます。これを1,2,3,4、ジャンプも一緒に1,2,3,4,5,6,7,8。これができたらこのまま横にぐるっと回してパンチします。反対も腕をぐるっと回してパンチ、足も一緒に3,4,1,2,3,4。 ラストは横にスライドします。この時に足はスライドするんですが、反対の手もギュッと引きます。このしたら2回ジャンプジャンプで、フットステップ、腕も一緒に1,2,3,4。もう一度、横にスライド、2回ジャンプ、ジャンプ、フットステップ、3、4。はい、ではたったの3分ですけれど、楽しんで引き締まった腕を一緒に作っていきましょう。はい、ではまずは腕の上げ手を下げから入っていきます。テンポよく、マッスルとジャンプ1,2,3,4,5,6
皆さんお疲れ様でした。たったの3分ですけれど、結構ね、ジャンプとかカーディオ系の有酸素系のエクササイズも一緒に取り入れているので、少し汗がかいたりと、たったの3分でしたけど、いい、ダンスエクササイズになったと思います。どんなに忙しくっても、たったの3分見つけることは、絶対できると思うので、もし二の腕の、たるみを落としたい方は、まずは1週間から毎日3分間コツコツこのダンスエクササイズをリピートして引き締まった腕を目指してみてください。私のチャンネルではこのような体のパーツごとに分けたピラティスのエクササイズとダンスエクササイズ、ダンスオレーションと呼ばれるものを随時更新しているので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。